早く逃げよう。じきにここは見つかる。もうこれと、お侍。何があった？猛虎と手を組む秋人がいます。そいつが持ってる通行証を家族と奪おうとしたんですが、蛮兵に返り討ちにされ。それには命を懸けるほどの価値があるのだな。通行証があれば、誰でも猛虎に止められることなく自由に道を通れます。役に立ちそうだ。ええ、その通りで。秋人の荷車は道の先に残ったままです。俺が代わりに見つけてこよう。お主らは休んでおれ。お気をつけて。すでに兵が集まっているはずです。秋人の荷車だ。秋人はおらぬか。小屋の男らと戦ったのか。通行証はないな。もう子供。知らせてやらねば。お侍、こちらへ。通行証を持った秋人を助けてください。実は弟なんです。何だと？通行証を奪おうとしたのも全て家名のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか。無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。兵は後を残しておるはずだ。あった、あっちか。
脇にそれた。アキウドはあの中にいるはず。去哈罗巴吉拉巴吉巴吉拉吉吉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 吉ハルボ。動くな。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが、奴らが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他の者は使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。